横にならないんだけど。どうしよう。15分なら充電持つかな。こんばんは。つぶゆすけさん結婚してありがとう。チューラブレターもありがとう。ハートもありがとう。サージカルさんレインボーした。ありがとう。どうしよう。持っとくの嫌なんだけど。でもさ、横向きにならんし、どうしようかな。どうしよう。どうしたらいい？どうしよう、どうしよう。ハート、カミさん、ハート、ありがとう。あれ大好きさん、ハートありがとう。わからんね。もういいか。今日は縦画面でしよう。いつもと違いますが。15分だけ。45% あれば足りるやろ、多分。充電器抜いて、立ててやろうかな。水鉄さん、ラブレター、ありがとう。ナスノさん、ラブレター、ムネヒロさん、ラブレター、ありがとう。あ、そうじゃん、みんな、いいこと言った。スマホスタンド立てよ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。つぶすけさん、にじりんごさん、ラブレター、てりさんちゅ。めてててさん、ファイト。ありがとう、みゆさん、ラブレター、ありがとう。明日、頑張るね、つわ。おんどのとっくんさん、ちゅ、ありがとう。ちょっと一瞬みんな横で放置するよ。で、スマホスタンドだけでいいや。今日はもう時間がないので、これを縦にして、縦で挟む。ほっ、どうだ、いいじゃないか。いいじゃないか。お風呂上がりでもう嫌だよ、髪をボサボサ。あったあった。ありがとう。そしたら、充電も配信もできますね。一応ね、机のライトぐらいつけとこうか。え、お洋服送ってくれたの？ありがとう。届くの待ってます。楽しみにしてます。近づくと顔が全然映らんのか。アンさん、AN さん、だるま、ありがとう。みゆさん、ラブレターありがとう。水鉄さん、こんにちは、ありがとう。いいね。ゆうすけさん、バラ、ありがとう。あきらさん、ハート、ありがとう。耳が赤いのはね、多分ね、お風呂上がりでポカポカになったからかも。あったかいわ。あったかい。ナスノさん、バラ、ありがとう。25分頃にお風呂を上がりました。何もしておりません。化粧水だけした。髪も乾かしてなければ、前髪も溶かしてないという、ブワーってタオルドライしたまんま。ありがとう。長谷川さんち、ありがとう。気になる、何送ったん。可愛いかどうかは分からんけど、絶対来てね。怖い怖い怖いよ、それは。パセちゃんがショールームで3年前の徳島ラーメン、徳島でラーメン待ってるゆのゆのの写真見せてくれたよ。絶対あれやん、寝たやつやん。恥ずかしいな。そう、 X でも紹介したんですけどね、何年か前もう覚えてないんだけど、昇格ツアー、2期生の昇格ツアーので徳島行った帰りに徳島ラーメン食べたんですよ。みんなで連れてってもらって食べたんですけど、ライブ終わりだったし、その頃はもう本当に10時には毎日寝てたみたいな生活してたから、多分ライブ終わりでお店着いたのがもう11時とか12時近かったよな。でもうラーメン出てくるまでが眠くて眠くて
寝てた確か。でそれその時にパセ隣座ってて確か写真を撮られた記憶があるの。多分その写真でしょうね。でもそれから徳島ラーメンハマったハマって今回もおすすめしてきました。でもなんかみんなのリプ見てたらいろんなお店があるっぽいね。いろんなお店も行ってみたい。ウクスツヌさん、だるま水鉄さんちゅありがとう。化粧水大事、乳液はしておりません。化粧水しかしておりません。みゆさん、こばん、サジクルさんちゅ、あきらさん、だるまありがとう。ブレスレット、おー微妙。なんかねこういうゴムタイプのなんかミサンガみたいなのがあるんですよ。ああいうのは好きなんやけど、あの何ネックレスみたいな素材のなんていうん、鉄金属系のは苦手かも。普段あんまりアクセサリーをつけない。衣装っていうか何お話し会の時とかはつけるかもだけど。そうパセリ有能って恥ずかしいな。本当だ、とっくんさん、くまちゃんありがとう。徳島ラーメン東大さんしか食べたことがないけど美味しかったの、ハマったの。あのなんていうんやろ、すき焼きっぽい味付けなんやらね。だけどなんか醤油ラーメン豚骨ラーメンとかいうわけでもなく、もう徳島ラーメンなんよ。なんていう、何味っていうかよくわからんけど、でも本当にすき焼きっぽくない味が。に生卵入れるし、マジで美味しい美味しい、ハマった。そう、岡山ツアー最後の岡山公演の時お出迎えに参加するのでぜひ来てください。当日券もあるのかな。でもなんか岡山は残りわずかかもみたいなツイートを見たよ、ファンの方ので。なんかあ完売してるみたいなの見たよ。だからまだの方はお早めにいいかもしれん。岡山6月2日岡山ぜひ来てください。みゆさん、アイスレモンさん、ちゅゆうすけさん、バラありがとう。嬉しい、岡山お待ちしてます。岡山のおすすめはね、あの大阪屋っていう定食屋さん、なんだろう、ご飯屋さんなんだけど、マジであっこ24時間営業なので川又家はちょくちょく行ってます。あっち方面にお出かけした時はちょくちょく行ってます。最近はホルモンうどん食べるために行きました。すきさんうどん食べに山口へ、ホルモンうどん食べに大阪屋へ。岡山の大阪屋、大阪屋って言ったら大阪まで行ったみたいに聞こえるけど、岡山の大阪屋へ川又家はドライブをしに行きます。みゆさん、だるまありがとう。岡山はね、わかんないね。当日券あるんだったら多分明日の夜ライブ終わりとかぐらいに発表されるはずです。なんか秘伝のタレは大阪屋で使ってるタレを売ってて、お持ち帰りお持ち帰りっていうか、なんか普通の何ドレッシングみたいな、あの瓶みたいなので売ってるんですよ。それを川間時は行くたびに買って帰ります。でなんか何やろ、家で生姜焼きとかするときにそのタレかけて大阪屋の味っぽくする。みゆさん、ハートありがとう。ね、めっちゃうどん極めとる人みたいやけど。そう山本由伸選手、ドジャースの山本由伸投手がなんか備前市出身なんよ。あっこら辺の出身で、ちっちゃい頃から行きつけのお店らしくて、サインとかもいっぱいあるし、最初それで知ったんかもしれん。ネーネが結構何いろいろ野球は好きやけん、海外とかプロ全チームとか好きじゃけん、それで知ったんかな多分。で行ったらめっちゃ美味しかったっていう。みゆさん、だるまありがとう。ね、岡山デミカツ丼とかもあるしさ、
いろいろ好きよ。デミカツ丼も紹介するね。明日の夜か、岡山当日の朝か。紹介します。土日で続くと、どのタイミングでツイートしていいか、ちょっと迷う。峰広さん、チュ、ケイセキさん、チュ、ありがとう。言うならマジで食べ物しか紹介してない気がするんだけど、大丈夫？ご飯しか紹介してない気がするけど、まあなんかなんやろ、瀬戸内ツアーというか、瀬戸内、せっかくなんていうんやろ、自分らのホームじゃないけどさ、を回るわけだから、なんか地元というか、なんやろ、地域密着みたいなことしたいなって思って、各県の私のおすすめを紹介し始めました。途中からだったよね、確か最初の神戸の時はしてないと思うんだけど、したっけ、間に合ったっけ。後からいろんな県行ったことあるおすすめの場所をがあることに気づいて、ダメじゃ、眠たくて何喋っとるかわからん。みゆさん、ハートありがとう。確かに岡山木村屋っていうパン屋さんがありますね。あっこもなんか安くて美味しいよね。なんかの時に買ったんよね。なんだろう、買ったことがある。ゆうなの聖地、そうね、結構おすすめポイントはおすすめかも。なんていうんやろ、ゆうなのプライベートに近いお店をいっぱい紹介してるかも。この県に行ったらここ行くみたいなのを紹介してるからいいかも。でも東大は、徳島ラーメンの東大は、その徳島ツアーの時に徳島で食べただけで、それ以外は福山店とイオンモール岡山、あの岡山駅の目の前にある大きいイオンの中の東大しか食べたことがないから、徳島で行ったことあるお店は忘れちゃった忘れちゃったけど、なんか広いお店だった。広い店舗で、確か次の日兵庫公演があったから、淡路島の方向、なんていうんやっけ、瀬戸大橋じゃなくて明石海峡橋、合ってる？そっち側方向のお店のはずなんだよね。どこの何店か忘れた、わかんないんだけど。そう、ぜひ紹介したとこ行ってくださったら私も喜びます。ゆなゆなのご飯で教えてくださいね、ぜひぜひ。うん、どやさん行きました、すけさんうどんか。マジで美味しいすけさんうどん。いや、実は、実はっていうか、すけさんうどん私食べて帰ったんですよ。ちょうど周南って結構広島寄りだから、山口の中でも。パパママが迎えに来てくれて、別にライブは見に来てないんだけど、パパママが迎えに来てくれて、ライブ終わりに。そのまますけさんうどん食べて帰りました。あの私がおすすめした周南店行って、しっかりごぼ天うどんとカツ丼とぼたもち食べて帰りました。そう、もうマジ川又家の行動範囲えぐいよね。ライブは来てなくて、あの日は確かなんやろ、いや、ゆうながずっとすけさんうどん食べたいって言おって、じゃあ終わり、帰り迎えに行ってあげるよっていう話になって、で多分お昼ぐらいから山口来とって、なんやっけ、湯田温泉とか、あっちの方行って、あとどこ行っとったっけな。あ、なんかどっかもう一個行っとったんやけどな、周南あたりの。
忘れた。まあどっかとどっか行ってから夜ヨナ迎えに来てくれて、ライブ終わりにそうで、みんなと一緒には帰らずに川又家の車で帰りました。でスケさんうどん食べて帰りましたでもライブ終わって時間経ってたからファンの方は誰もいなくて、おっても絶対バレんでしょって思いながらまあママパパおるし、なんかあってもとか思いながら食べて帰りました。岡山では食べるスケサウド、そう山口の次は岡山にあるんですよ。スケサウド広島にはないんです。ゆうすけさん小判ありがとう。食べ物大好きですね、マジで好き。ユナパパにご挨拶したいの。ユナパパは、ユナパパはね、いやでもなんか皆さんの方がオタク歴はすごそう。パパは在宅オタで、なんやろ、テレビ見たりとか、テレビで見る、見て可愛いって言ってるぐらいな感じなので、全然ライブ会場とか行ったことないし、みんなの方がすごいですよ。15分経ちましたかね。ああそう、あの5月の振り返りと6月の作戦会議は火曜日にしようかなって思ってますまあ土日はまあライブ続きで忙しいの分かってる。月曜日は1から4限大学があるので多分死んでるだから火曜日にしようかなって思ってます。火曜日の夜9時8時半にしようかな、火曜日にしようかなと思っております。生きてってきた。生きてるよ、大丈夫だよ。ただ夜配信する元気がないと思う。もうだって明日はあの日の出前から釣りに行くぐらいの何時間に起きて出なきゃいけないので、まあその時点でもうやばいじゃん。で徳島に公演やって泊まりでしょ、で次の日も岡山ライブでしょで岡山から帰ってきたら次の日も月曜日なので5時45分起きでございますそうで1から4限授業受けてってやってたら、多分私はヘトヘトになってるので、月曜日は9時頃には9時から7並びやって速攻寝ようかなもうそれぐらいの感覚なので、月曜日は働きません月曜日は何もしません。火曜日に配信をしようかと思います。ゆうすけさん花束ありがとう、ありがとね。配信予約入れます、入れれるようにします。今日はマジで急すぎた。今日だってさ X でお知らせした後にお風呂入ったよ。で30分までに出てこようとか思って、お風呂出る時に気づいた、あショールームの予約入れてない、やばいってごめんなさい、 X でお知らせしたから満足してた。配信予約って入れたらさ、みんなの元になんか通知とか届くの？そう、日の出前に起きる？わかんない。日の出頃釣り行くぐらいの、そっちは釣り。釣りの日なら起きれるんだけどな。明日はシャキッと起きれるか不安だわ。釣りに行くっていう気持ちで頑張るね、早起き。2ヶ月待ちのエッグタルトの予約に。すげえ。エッグタルト美味しいよね。コストコのエッグタルトだっけな。イケア？いや、コストコか。食べたこと、あ、なんかあれがめっちゃ好きやった。コストコのエッグタルト。明日パセリに寝顔写真撮られるに100円かけた。いや、待って、そうじゃん。前回も撮られたんよ。
つやったっけ、香川愛媛の時かな、愛媛の帰りか、もう取られたな。どうしよう、また取られそう。まあまあまあ、可愛い顔してれば取ってもいいんだけど、あの半目の時とかはやめてほしいな。いやだな。サージカルさん、お疲れ、ありがとう、ありがとう。あ、フォローのとこ見れば通知をよく届く設定する。あ、メールで届く、テレパシーで届く。ああ、わかりました。じゃあまあ、あのなるべく X と配信予約と両方で入れられるように気をつけます。ありがとう。赤いたぬきさん、かわいい、ありがとう。もうダメ、今日眠たい。よし、終わろう配信。今から爆睡するから私は。いやダメ、神川さんと。違う、神川がしてと、あ、違う違う、先に明日の準備をして、その間に自然乾燥させながら髪5分で乾かして爆睡する。今日はもう7並べやったので、先に帰りながらやったので。そう、ありがとう、頑張ります。お泊まりの準備もしなきゃなので、言うてそんな荷物変わらんけど。アッキーさん、ハート、ありがとう。そう、多分ね、あの明日とか明後日とか時間があればブログ書いたり、七並べのランキングも書こうかと思うんですが、私の予想、多分あまり時間がなくて、月曜日も死んでて火曜日は配信をしてという状況でいくと遅くなるような気がします。先に謝ってきます、ごめんなさい。ブログと七並べのランキング遅くなるような気はしてます。6月次の土日までにはあげたい、空き時間で頑張ります。ありがとう、遅くなったらごめんね。アッキーさん、ハートありがとう。そして再販ですね。そうですね、なんかしれっと再販が始まってるようです。お話し会、ファーストアルバムのお話し会のイベントが盛りだくさん、リアルお話し会が3日間4日間ありまして、オンラインはこんな感じです。私は全部5時間目です。お待ちしてます。このキラキラアイドルの顔は全然違うけど私本人です。並ぶのやだな。お話し会もぜひ来てください。お話ししましょう。再販は火曜日までだった気がする。また月曜日か火曜日かでお知らせはするけど、はい、とにかく体調を崩さないように頑張ります。まさふみさん、ハートありがとう。ゴム鉄砲で撃たれる縁日連はないんですけど、魚釣りみたいなやつか、あやつとくじ引きですかね。多分あの企画が通ると思うので、その縁日連がおすすめですね。夏祭り感覚で来てもらえたらいいなと思います。ありがとう。じゃあ明日は徳島、ツアー徳島でお会いしましょう。アワギンホール初めて行くとこ、多分小学ツアー違った気がした、行ったことあるとこなのかな。約束したのにしてない。してないです。縦画面はどうやってランキングに行けばいいんでしょうか。あ、ありました。じゃあ壇上の皆さん、13位青色大好きさん、12位長谷川さん、11位宗弘さん、10位明さん、9位慶石さん、8位照井さん、
7位、ナスノさん。6位、水鉄さん。5位、サージカルさん。4位、カメさん。3位、坪井ゆうすけさん。2位、みゆうさん。1位、アンダのとっくんさん。パチ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 、誕生の皆さんありがとうございます。ありがとう。お、東大経由でアワギンホール、行くね。待ってます。ありがとう、嬉しい、本当に。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。よし。あら、男女が変わったの？まさふみさんもありがとう。ありがとうね。よし。じゃあ明日は徳島でお会いしましょう。あさっては岡山でお会いしましょう。はぁ。もうやばい。何からしていいかが頭がごちゃごちゃになっちゃうけど、とりあえずラスト2件3公演ツアー頑張りますので、最後まで一緒に楽しんでいただけたらなと思います。徳島はね、いつもというか今までの公演とちょっと違う立ち位置にいるところもあるので見つけてもらえたらなと思います。岡山と配信あるんだっけ。岡山は最後なので気合い入れてポニーテールで行こうかなと思いますので、見つけてください。徳島は何にしようかな、髪型また決めときます。楽しみにしててください。みんなで寝ましょう今から。もう11時なのでみんな寝ましょうね。よし、それでは、配信見に来てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さん、はーい、ツインテールか。この髪の長さになってツインテールしたことあるっけ。ないかもしれん。どうしよっかな。ありがとう皆さん、来てくださった皆さんありがとう。それでは配信終わります。ありがとうございました。5、4、3、2、1、かまたねー。ありがとうございました。おやすみなさい。明日徳島のアワギンホールでお会いしましょう。お待ちしてます。かまた明日。かまたねー。